大魔の剣に選ばれしハイラルの勇者よ。そのたゆまぬ努力と結実せし剣技を認め、女神ハイリアの名において祝福を授けん。空を舞い時を巡り黄昏に染まろうとも、結ばれし剣は勇者の魂とともにさらなる力がそなたと、そして大魔の剣に宿らんことを。遥か遠き過去に生まれし、やれやれ、前途多難みてえだな。何言ってんの。お月の騎士任命の記念に太古の伝説真似てみろって林立てたのあんただろう。とはいえ彼に対する態度に関してはあの姫と気が合いそうだよ。僕しょうがないよ。お姫様にとっちゃあいつの存在はそうコンプレックスの象徴みたいなもんだから。
これからゴロンシティに向かいます。あの神獣とダルケルの相性を高める調整を行わねばなりません。何度か動かせたとは言ってもまだまだ未知の部分が残されています。それでもあれは人の手で作られたもの、人工のものならきっと理解できますし使いようもわかります。だから私は必ずあれを薬剤ガノンに対抗できるよう仕上げてみせます。あなたはその背中の剣を使いこなせていますか。その剣に宿るという内なる声、それが聞こえているのですか。
傷ではないようですが、けれどこのところ少し無茶しすぎです。あなただって不死身じゃないんですよ。最近魔物に襲われたという報告が増えています。あのような強靭な種族までも混じってきていると。やはりこれは厄災復活の予兆と考えるべきなのでしょうか。さあ急ぎましょう。最悪を想定し万全の構えを敷いておかねばなりません。
ラルの花は綺麗なだけでなく、染色や加工の原料になるものも多いんです。あ、これは姫静かといって、絶滅危惧種の花なんです。少し前から人工栽培を始めているのですが、なかなかうまく繁殖してくれなくて。もしかすると絶滅するかもしれない姫なのです。あ、ほら見てください、これ。珍味で有名な食用種ですが、最近の研究で人の能力を向上させることが分かってきたんです。今城の者たちを対象に効能を詳しく調べているのですけれど、類いまれな身体能力を誇るあなたにも、ぜひこの研究調査に協力してもらいたいのです。さあ、さあ、
王家の姫が代々受け継ぎし厄災を封印する力、それは祈りによって目覚める聖なるもの、そう聞かされて育ちましたけれど、母が言っていた体を満たす霊力も、祖母が耳にしたという精霊の声も、何一つ私には感じられない。父には何度も叱られました。それはお前が学者の真似事ばかりやっているからだと。でも幼い頃からどんなに頑張っても祈っても、古代の神ゆかりのこの地にすがってすら、聖なる力が私を唱うことはなかった。教えてください、私には何が足りないのですか。
辛抱強くなだめてあげれば馬には必ず気持ちが通じる。あなたに教えてもらったおかげで本当にこの子と仲良くなれました。この王家の装備も最初この子にはあまり似合わないかなと思っていたんですが、今ではすっかり馴染んで見えるんです。相手を思う気持ちって大事なんですね。あの向こうには知恵の神ネールより名をいただいたラネールという山がそびえています。弱い17に満たぬ者、知恵なき者として入山を禁ずる。ラネールはそんなしきたりを持った山なんです。力の泉でも勇気の泉でも私の力は目覚めなかった。でもあの地なら、知恵の神ゆかりのあの泉でなら、もしかしたら。根拠は何もありませんけれど、わずかでも可能性があるのなら私はそれにすがりたいのです。明日私は17歳になります。あの山に行ってみようと思います。
して。どうしてこんなことに。神獣が、ガーディアンが、私たちを襲うなんて。まさか、厄災に、カノンに奪われるなんて。タルケルも、リーバルも、ミファーも、ウルボサも、きっともう神獣の中に。私のせいです！封印の力に目覚められず、カノンに立ち向かうはずの異物たちまで奪われ、私が今までしてきたことは、何の役にも立たなかった。だから大切な人たちを、民を、仲間を、お父様を、死なせてしまった。やっぱり、私は…いつの日か、あなたの主がここを訪れるまで待っていてください。あなたの言うように、長い眠りが彼の記憶を奪ったとしても、大丈夫。あの人は、またきっとあなたの前に現れます。ハイラルの姫巫女よ、そなた、これからどうするの？この剣が、マスターソードが教えてくれました。私にはやることが、まだやれることがあります。強うなられたのう、姫巫女。デクノキ様、いつの日か彼がここを訪れたら、伝えていただけますか？私は…さてさて。他の者に聞かせる言葉は、主の口よりこそ紡がれるべきではないか。はい。
今主が見たは100年前のこの場所、その剣が主の手を離れハイラルの姫巫女によってこの地に運ばれた時の出来事よ。あの娘は今もハイラル城で懸命に戦っておる。主が必ず来てくれると信じてな。あの娘の笑顔、わしも今一度見てみたいものよ。
ウルボザの怒り、いつでも放てるよ。